このね、YouTube からダウンロードしたデータを、使いますんで、今回の場合はね、まあ、うちのチャンネルのところでそのチャンネルのデータを持ってくるっていうので、その元のデータが 3GB を超えてるんですけど、YouTube にアップロードしたやつから再ダウンロードかけると軽くなるんですよね。200MB ぐらいできるんで、あ、もうできた？嘘、早い。できたね。あ、できてますね。ってことで、じゃあ、数字のやつを投稿していきますと、こんな感じで35が、お、1が終わった。あの、これで1を消してあると。で、そうすると、次35の2ですね。こんな感じで、順次投稿6ができますよってことですね。1が終わって、次35の2。よし。で、そうすると、次、こんな感じで、やっていきますね。よいしょ。さっきと同じような感じになってきますけど、ここのところでね、実は裏技があります。ちょっとこのタイトルをちょっと、コピーしておきますけど、投稿した動画から、情報で選択することができます。で、こういうふうにすると、ちょっと古いデータが、漏れちゃうけど、これが35の位置でね、情報をすることができます。これね、YouTube にもついておって、YouTube の場合はこの次にチェック画面が出てきて、タイトルどのやつを前のやつからコピペしますかっていうのが出てくるんですけど、プレイリストとかね、そのあたりから出てくるんですけど、ニコ動の場合は基本的に全部ペーストしか出てきません。なんで、あらかじめね、ファイル名のところからそのタイトル名がね、コピーできるんで、そいつのところをもうコピーしておいて、そいつだけ入れ替えるような形にしておきます。で、次に概要欄のところが、そのまま使える場合もありますし、今回はね、それぞれ作ってあるやつがあるんで、その個別のやつを入れましょう。で、上のところだけね、そのまま残しておいて、こんな感じで、新しいやつを入れます。で、共通説明文を、オンにするのを忘れないようにしましょう。これ毎回絶対オフになるんで、これをオンにするのを忘れないようにしましょう。まあ、後から入れ替えることもできますけどね。ここはないから、これどこまで行ってる？一気に大垣駅に行ってるな。ですので、岐阜県かな。大垣市がいいのかな、どうかな。で、これ、後から動画か、投稿が終わってから落ち着いたら、タグをさらに追加することができます。任意タグのところですね。ユーザーさんとかを見せるところ。で、この最初の6個っていうのは固定タグって言って、ユーザーさんが勝手に削除できたりしないで、こっちの方のインセンティブがあるよっていうのがで、できるようなやつっていう風になってます。こういう風にしてタブをね、ユーザーさんとかでどんどんね、作って動画をね、一緒に育てていくっていう感じがあるのがニコ動の特徴であります。これはもう昔からの特徴ですね。で、すぐに公開でコミュニティ登録しますよ、さえさんで。どこまで登録できるんだろうな、これ。結構いいペースでできそうですね。で、次35の2が、これこいつ？あ、こいつか。いや、歴史を感じますね。今のあの、4枚区切りのね、セパレートタイプのやつじゃなくて、このね、1枚取りのやつでやってましたよね、この当時は。ただまだ字の枠付けをね、仕方とかが知らなかったんで、一応ね、実はできる機能あるんですけどね、ちょっとね、癖があるんで、もうそのまんまやってます。ってことですね。で、ロゴアウトとは、あそこのところ、新シリーズで、これで入ってますね。で、こんな感じで、一回ね、設定し、またの、重要すれば、ターミナルできるやつっていうふうに出てくるんで、そのまま、特に変更がなければ、そのままいただければいいです。ちょっとタグのところだけ入れ替えが3枚に発生するかなっていう感じかなと思います。よし。で、シリーズはね、もうそれでプレイリストに自動的に組み込まれるんで、前提がね、それで見やすくなってるっていう形なんで、正直、うちの動画のその作成スタイルって、こういったニコ動向きではあるんですよね。一つのシリーズに何十本って撮ってね、第何回、第何回みたいな感じでやるんでね。なんで、投稿の方に確認して、もうここで行くからね、投稿しましょう。って感じで、次35の2が出来上がります。で、これが終わったら、次に35の3がアップロードできますよというような感じの流れになってきますよということですね。思ったよりいいペースでいくな。早いな。変更にかかってるんで、どれくらい できるのかな。いや、意外と14分で2本投稿できましたね。早いな。このペースでどんどんいくと、まあ一応今何本落としたら、あと1、2、3。何個あるこれ、タグ何個できてる？
40個くらい用意してあるのかな。どうか何本、とりあえず、また後で追加してダウンロードすればいいんですけど、何個あるとか、51足す、51足す33ってことで、84個用意してありますからね。このペースでいったらでも84個上げれるのか、怖いなぁ。あ、でもまだエンコードかかってますもんね。おー。という感じで、この間がね、待ち時間になるんでね、まあ、この辺りはね、YouTube と違ってね、一気にまとめてとかとかと、複数いけませんので。気長にやっていこうと思います。ちなみに収益化するときのね、簡単な、流れだけ説明しておくと、まず、このクリエイター推奨プログラムに申し込みするっていうのが、その、いわゆるニコド、YouTube でいうところのその収益化っていうところになってくるんですね。で、動画ごとにこれをしますというところになってきます。で、基本的には、クレジットからの返金に、いわゆる、返金するような形もできるのかな。なんですけど、Amazon のギフトポイントに変えるっていうのが、どうもセオリーみたいです。それだと手数料もかからなくて、実は1円からできるらしいんですよ。これ結構ありがたいですよね。特に最初のうちはね、絶対そんな、すぐに、ちなみに YouTube は8000円からですね、振り込みが可能になりますよっていうふうになってるんですけど、ニコ動さんはもう1ポイントからその1円から、できますよということなんで、そのあたりは結構大きいのかもしれません。で、投稿したやつを、このクリエイター推奨プログラムっていうのをすれ、したれば、できるんですね。その推奨プログラムできるんですけど、これに登録するためには、このコンテンツツリーで、まず宣言をしてやらないといけません。コンテンツツリーっていうのを開くと、こんな感じで、その動画が出てきますんで、親作品を設定しないといけない。要は、マットを作った時ですね。マットを作った時に、このマットの元はこの動画ですよっていうのを、ちゃんと明言すれば、マットとして使って大丈夫ですよってことなんですけど、今回は、うちの場合はね、もう自分のところで作ってるやつなんで、その YouTube から持ってきとるんじゃないかって話なんですけど、まあ、同じ制作者が作ってる同じアカウントのね、運営者一緒のところのやつなんで、これは問題がないですよ、ということでございます。で、特に、これはニコニコ動画内の動画のオマージュの話なんで、YouTube から持ってきたやつっていうのは、基本的には、自分がね、権利を持ってるやつだったらいいんですけど、ね、私みたいにこうやって自分で作ってるよっていうやつだったらいいんですけどね。こんな感じで、コンテンツツリーで、その、お願い表明っていうのをしておけば、あ、この評価は収益化ができ、その申請ができますよってことなんですけど、その申請自体は、試しに押してみようか。こんな感じで押したると、公開前なんで、登録できませんってなりますんで、公開後に、それはできます。コンテンツツリーの設定は、公開前でも設定ができますよっていうことらしいです。で、今終わりましたね。2番目が終わりましたね。ちょっとね、先に飛んじゃうと見にくいですけど、35の2が終わりました。じゃあ次の動画の投稿いきましょう。35の2が終わったんで、次35の3ですね。さあ、大変だぞ、これ。うわぁ、大変だな。35の3、35の2が終わりました。どの、80くらい、だからこれタブ開いてあるのか。35の3が始まりましたよと。で、同じように、ちょっとね、タイトルだけ見やすいように、いじって、35とか、ああ、先に、そうか、アップロードしてあるのがあると、意外と邪魔だな、これが。35の2。ということで、ね、ちなみにそう、これをね、YouTube でやると、どうしてもこの35と34個がごっちゃになってね、リストが最初のところで出来上がってきてしまうんで、デフォルトのところがね、見にくくなってしまうんですけど、デフォルトでこのシリーズごとに合わせるのを優先してくれるんで、そのあたりは、だいぶ、ちょっと、感じが違いますね。